ポケモンスリープ初プレイの人へ向けたポケモンスリープの始め方ということで、私大福と申します。よろしくお願い申し上げます。はい、この動画はポケモンスリープを今までやったことない人向けの動画になります。ただやったことある人でも、例えばおさらいっていう風な意味ではこの動画使えるかなっていう風に思うので、ぜひ参考にしてください。で、今回の動画の構成はこちらになります。まず最初にどんなゲームかをざっくりと解説します。そして多分やったことない人一番気になるここかなと思うんですけど、リセマラのやり方、そしてチュートリアルですね。そもそもこのゲームリセマラってできるのとか、そういうようなところから気になるかなっていう風に思うんですけど、まず結論としてはできます。やり方は後ほど解説します。よろしくお願いします。まあ、結構大事ですね、リセマラ。まあ、僕やんなかったんでやんなくても大丈夫なんですけども、はい。で、最後に3点目でゲームが始まったらやること、まあ、こまごましたね、まあ、好みの機能がどうであるとか、レベル上げどうやったら効率いいかとか、そういったことをこまごまと解説していくかなっていう風に思います。よろしくお願いします。まあ、例えばね、最初ってね、どういう風に進めていったら効率的か、例えば飴とかでレベル上げるんですけど、誰に上げていいかとか分かんないと思うんで、誰が強いかも分かんないと思うんで、そういう風なところをどうすればいいかっていうのを解説していきたいと思います。これやったことある人もね、復習として参考になるかなっていう風に思うので、ぜひご覧ください。で、大事なことなんですけど、基本は無課金向け、初めてなんで無課金向けに解説していきたいと思います。だから、そのアイテムの何買えばいいかとかも、基本は無課金に向けてやっていきたいと。僕も最初も1ヶ月ぐらい無課金でやってるんで、今となっては17万円ほど課金してるんですけど、笑うしかないですね。17万円も課金してるんですけど、最新1ヶ月は無課金でマスターも行ったりしてるんで、無課金の気持ちもわかるかなっていうところで、そういったところの気持ちも立ちながら解説していきたいと思います。この動画を見てくれた人は正直スタンダッシュ倍になるんで、普通のこれ見てない人よりも。なので絶対に最後まで見てください。その方が絶対に面白くポケモン3プレイできるんで、ちょっと我慢して最後まで見ると多分かなりの時間の節約になるんで、ぜひご覧ください。僕もこういう動画が正直やる前に欲しかったなと。僕めっちゃ無駄な回り道して進めたタイプなんで、まあ最初にこれがあると良かったなと思ったやつを作りました。より良い睡眠ライフの助けになればいいと思ってます。ではまずはじめにポケモンスリープがどんなゲームかってところを解説していきますね。で、このゲーム睡眠計測ゲームです。すでにやってる方は忘れてるかもしれないですけど、これ睡眠を計測するゲームです。簡単に言うと、規則正しい睡眠を取るインセンティブをつけてくれるゲームになりますね。まあ例えば、まあ簡単に言ったら、いい睡眠をするといいポケモンが来やすくなるとか、そういった感じですね。で、いいポケモンの定義とかまた後ほど説明するんですけども、それがどういうことかっていうと、睡眠時間かける自分がカビゴンちゃんにあげたエナジーが眠気パワーという数字になる。眠るためにこうやって、ね、眠気パワーってものが出るので、それが大きくなるほどすごいいいポケモンが来るっていう風なゲームになる。つまり、いい睡眠をとるとすごいいいポケモンが来るっていうようなゲームですね。睡眠時間かけるカビゴンにあげたエナジーって言うんですけど、睡眠時間わかるじゃないですか。で、このゲームは最大が基本8時間半が目安に作られています。なので8時間半寝れれば大丈夫。8時間夜短ければ睡眠時間の分で100点になる。8時間半で100点になりますね。はい、という感じで、もう一つのカビゴンのエナジーの方なんですけども、これつまり夜寝るだけのゲームかっていう、そうじゃなくて、昼間はカビゴンにエナジーをあげるゲームなんですよ。カビゴンに木の実とか料理をあげて、ここにあるやつですね、上の方にある、今私が816,489ってなってるんですけど、こういったものを1週間かけてエナジーを上げていって、カビゴンを成長させるゲームですね。私今マスターって言ってかなりでかくなってるんですけど、皆さんが最初始めるのもうちょいちっちゃいカビゴンになるかなっていうふうに思います。で、このカビゴンのエナジーは1週間でリセットされる。月曜日に始まって月曜に終わるんで、1週間でリセットされます。1週間でどんだけカビゴンを育てたかっていうふうなゲームになりますね。だから全然今から始める人も全然遅くないです。いつだってカビゴンはゼロから来てくれるんでね、全然遅くないです。まあ、ここまでの説明で勘のいいガキの皆さんもある程度分かったと思うんですけど、まあ、カビゴンを成長させると眠気パワーが増えて、よりいいポケモンが来ると。で、よりいいポケモンが来ると、より高いエナジーが上げられるんですね。より高いエナジーができて上げられて、でカビゴンがより成長して、よりいいポケモンが来てっていう、ぐる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 っていう風なサイクルで睡眠を良くしていくっていうゲームです。どうしても育てる方に主眼行きがちなんですけども、やっぱりちゃんと8時間半寝ることの方が全然重要なので、まずこのゲームはちゃんと睡眠を取るゲームってことを把握してください。はい、ではちょっとお待たせしました。ダラダラとご多感が長くなったんですけども、リセマラのやり方についてですね。で、ちゃんとやってみせたいんですけども、僕のこのデータをリセットすると17万円が吹っ飛んじゃうんで、さすがにこの動画1本に17万円吹っ飛ばすわけにはいかないんで、まあ、やってもいいんだよいきなり高圧的に出る人はやれませんはい、ということで、まあ、ちょっと口頭にはなるんですけども、ちょっと画面で画像とか見せながらやれるっていうふうに思います。で、まずはこれリセマラ始める時期なんですけど、今日は寝る前にインストールした方がいいですね。なぜかというと、チュートリアル中に1時間半以上放置しないとチュートリアルが進まないっていうような感じ。睡眠レポート1回やんないといけないっていうようなところがあるので、まあ、できれば夜の方にやりましょうと。スマホを1時間半以上放置できる時にやる。できれば寝る前がいいですね。で、ただリセマラ自体は別に寝る必要がないんで安心してください。で、リセマラですけど簡単です。このリセマラ何するかっていうと、ピカチュウの厳選ですね。ピカチュウってめっちゃ強いポケモンなんですよ。そいつの強い個体をまず最初にゲットするとゲームがすごい進めやすくなるんで、まずはピカチュウの個体の厳選から始めていくのがリセマラですと。で、ゲームを始めると結構もうそのまま行くとすぐピカチュウがもらえるんですよ。で、そこでこの画面の、まあ、真ん中右の方にあるステータスっていうところで、ステータスを見てください。このステータスなんですけど、まず見るところはレベル10のサブスキルとレベル25のサブスキルと性格っていう風なところですね。で、やってみないと分かんないと思うんで、まあもうここは結論だけ教えようと思うんですけども、まず超頑張る人、超理想ラインでいくと
レベル10に木の実の数 S、レベル25にお手伝いボーナスという金色のやつが来てたりです。これがまあ逆になっても全然いいかな。この木の実の数 S とお手伝いボーナスが、レベル10と25で引けたらマジで最高の個体ですね。ついでに言うと、性格が無補正以上。まあ、つまりこの表で言う B 以上のところかな。B 以上の性格だったら全然いい。で、木の実の数とお手伝いボーナスが来たらマジで最高。これがね、超頑張る人。ただこれはマジでなかなか来ないと思うので、まあおすすめしたいライン、ちょっと妥協にはなるんですけども、一個言うと、レベル10に木の実の数 S が来てたらもう十分です。お手棒はまああったらいいけど、まあないのが普通かなっていうような感じですね。さあまあこんなこと言ってるけど、初めての人ってなんかちょっとよくわかんないと思います。サブスキルがどうのこうのな、性格とか何みたいな。なので、この厳選サイト使っちゃってくれたらめっちゃ早いです。これ僕が作ったポケモンスリープ古代チェッカーってので、普通に検索しても出てくるし、あと今回概要欄の一番上にリンクで貼っとくんで、ぜひこれ使ってください。まずピカチュウってのは木の実タイプです。木の実タイプのところのページに行ってもらって、で、木の実タイプのページの中で、まず性格ですね。例えば、意地っ張りが一番強いです。木の実タイプ。で、さっき言った通り、木の実の数 S。で、お手伝いボーナスっていうような最強のスキル2つ。これが一番強い性能で、この性能がマスダです。S ランクの上、これ基準見たら分かるけど、S ランクの上がマスダと。ただ、これ出るのは難しいんで、一応、めちゃくちゃ高い、めっちゃ厳しい基準を採用したとして、意地っ張りが、まあ、この無補正、素直とか無補正なんですけど、なったこの 10.94 っていうところですね。S ランクの中も結構下がって、下の方だったら、木の実の数 S なくても取れちゃったりするんですよね。ただ、10以上が、まあ、結構頑張って、まあ、妥協してほしくないところかなっていうふうに思います。ただ、これも結構大変なんで、それよりも下のところを言っていて、それよりも下のところでいくと、まあ、これが例えば、まあ、例えば、お手スピ S で S だったら多分この S 評価。なので、この木の実の数 S っていうようなところがある、まあ、この S ランク以上だったらいい。で、ただ S ランク以上でも、多分お手棒とかがついてたら、これ多分 S になるんですよ。木の実の数 S なくても。ただ、お手棒だとちょっと、パンチが弱い。なぜかというと周りのポケモン強くないといけないんで、なのでやっぱり木の実の数 S が入ってる状態で S 取ってたらいいよっていう風な感じですね。なので皆さんこの厳選サイトを参考にして、木の実の数 S できればそれがレベル10にある状態で、でこれのサイトの判定が S ランク以上だったら全然合格だと思います。入っててもね、 A ランクとかになった場合はちょっと厳選し直してもいいかもしれないですね。性格が結構低い気がするので、なので基準としては、まずめちゃくちゃ頑張りたい人は、一番頑張る人はマスだっていう風な基準ですね。でその次の人は10点以上の S ランクを目指しましょうよ。でそれをもうしんどいって人は、まあ、木の実の数 S が入ってる状態の S ランク10点以下でもいいかなっていう風に思います。なのでこの厳選サイト使ってください。ユーザーも全然今10万人とか超えていて、全然文句とかも上がってね、結構その体感とも合ってるっていう風な評価を入れてるんで、すごい信用してもらってもいいのかなっていう風に思うんで、ぜひこのサイト使ってください。よろしくお願いします。でこのリセマラのピカチュウが終わったら次に寝れるタイプですね。ただ多分そのリセマラとかをする昼とか時間にあったら寝れないんで、1時間半スマホを放置してもらったら大丈夫っていう感じですね。で寝たら多分1回目のその睡眠リサーチ、つまりさっき言った寝たらいいポケモンが来るって言ったやつは睡眠リサーチってやつで来るんで、その1回目の睡眠リサーチが始まります。でなんかポケモン取ると思うんですけども、まあおすすめのゲットポケモンみたいなのも後で説明します。まあなんかポケモン来ると思うんですけど、僕は不思議なねとかだったかな。まあそいつを捕まえるんですけども、一旦ねおすすめのゲットポケモンみたいなのも後で解説します。で後でなんで今下げしないって言ったら、多分多少ゲームシステム理解しないと多分よくわかんないと思う。よくわかんないまで捕まえても納得感ないかなって思うんで、まずじゃあ次にゲームが始まったらっていうゲームシステムを説明して、その後にゲットするおすすめのポケモンみたいなのを解説していきたいと思います。ではここからゲームシステムですね。でさっきエナジーどうのこうのって言ったんですけども、どうやってエナジーがあるかっていうと、こんな感じで僕のお手伝いチームがいます。でお手伝いチームのポケモンなんですけども、まあ皆さんは多分若草っていう風な緑のフィールドが始まるんで、私はもう極寒の大地に来た厳しいこれ修行みたいなゲームなんで、だんだんと厳しいフィールドに行くんで最初は若草でピクニックで、次は海で、まあ、ビーチで遊ぶ、次洞窟探検で、次極寒の地に置き去り厳しいっていう感じになっているゲームですね。で、どうやってレベル上げていくかっていうと、まずは、お手伝いポケモンのチーム、多分最初ピカチュウ1匹と、その朝来たやつ1匹って感じなんですけど、こうやってなんかマークついてるんですよね。なんかこういうネジみたいなマーク、なんかこれ何かわかんないんですけど、虫眼鏡か。マークがついてるんで、これを押すと、木の実を持ってきてくれると。で、木の実をそうやってタップすると、木の実が箱に行くと。で、箱に行った木の実をカビゴンがむしゃむしゃ食べる。お前のもんとは言ってないけど、勝手に食べるんですよ。で、そしたら69って見えたと思うんですけど、こうやって、この69エナジーが上のエナジーに足されていくって感じですね。で、このエナジーが増えていくと、こうやってランクが増えていく。多分最初モンスターから始まる。マスターは最初はいけないと思うんで安心してください。まあ、例えば他のポケモンでもやると。で、こうやってまあスキルとか発動するんですけども、このポケモンごとにスキルってのがあって、お手伝いごとにまあ、多分かなり低い確率でスキルが発生する可能性があるんですけど、一旦忘れても大丈夫ですね。で、こうやって木の実と、で、左上の
方に行ったこの食材ってのがあるじゃないですか。今好きな発動でめちゃくちゃ手に入ったんですけども、でその食材何に使うって解説すると、これ2択なんですよ。カビゴンのエナジー揚げは一つはこうやって木の実を揚げることで、もう一つが料理を作ることですね。で今食材を組み合わせて料理を作ることができます。私は今こうこれもう料理作っちゃったんですけど、解説動画撮るんだったらそういうのちゃんとしろって言うんですけど、ちょっと料理の画面見せるわ。でこうやって食材組み合わせて料理を作る。でレシピにある食材を作ればエナジーがすごい大きくなります。詳しくはこの料理解説動画見てもらったらいいと思うんですけども、こうやって料理を作って、料理はガツンとね、僕ぐらいになったらもう何もなくても1万エナジーとかいっちゃったりするぐらいですね。強い。最初はまあ多分800とかなんですけど、それでも木の実1個で最初69とか見えたと思うんで、それと比べるとめちゃくちゃでかいですよね。っていう感じで木の実と料理でカビゴンのエナジーを上げていく。このエナジーが多いと睡眠時間かけ算していいポケモンが来て、今僕のポケモン多少強いと思いますけど、こういう強いポケモンが来たりするっていう感じですね。でただ課金じゃないんで、そんな強いポケモンいきなりゲットできませんっていう人も安心してください。これはっきり言って強いポケモン来る前の種ポケモンから捕まえた方がこのゲームは効率がいいです。じゃあ説明すると、進化ってとかレベルっていう風なところ、つまりレベルが上がると今みたいなポケモンってのはより強くお手伝いしてくれるんですよね。で例えばじゃあこいつ見るか、補欠合格。ちょっと名前についてはすいません。もう気にしないでください。いや、補欠合格見るよりも、まあ、やる気のあるやつ見るわ。ごめん。やる気ねえやつは帰らせろ。で、やる気いいものって見ると分かるんです。ここに進化とレベルアップってのがあるんですよ。で、まあ、飴っていう風なものがあって、ポケモンのレベルアップと進化には飴が必要です。で、飴が多いとレベルアップできる。で、飴を1個使うとこうやって経験値が伸びるんですけども、まあ、ちょっとこの子今飴ないんで、例えば補欠合格に戻ると合格に戻った。こうやってね、経験値が増えていくんですよ、飴を上げると。で、こうやってレベル32とかになったりする。今僕は上げないんですけど、なぜ上げないかっていうと、次このレベルアップってところと、レベルが多少上がると進化っていうところがあって、33になると80個の飴で進化できる。で、進化ってのはめちゃくちゃ強いです。最初のしっから進化ポケモン捕まえるのちょっと微妙なところがある。なぜかっていうと、ポケモン進化させると、これさっき言った通り木の実と食材の料理でレベル上げていくシステムなんですけど、もう一つスキルっていうところがあって、スキルは間接的に、例えばこいつだったら食材をランダムでゲットできるスキルが あるんですよね。お手伝いごとに、お手伝いっていうのは木の実を拾う行為ね、木の実とか食材を拾う行為、それが1回ごとに例えば 10% とかでこのスキルが発生するかどうかが非可の計算されてるっていう風な感じですね。でさっきみたいにこのスキルなんですけど、レベル2って書いてるじゃないですか。進化すると単純に言うとこのスキルレベルが上がってくれるんで、基本はちょっと今説明したのが難しいと思うんですけど、進化させた方がいいです。ポケモンは自分で進化させた方がいいんで、全然強いポケモン来なくても種ポケモンから育てる方が全然強いんで、全然安心してください。はい、まあ大体分かったかな。ポケモンを強くしていって、でカビゴン育てるゲームっていう風な感じなんですけども、ただまあそれで睡眠でいいポケモン来ることが目的なんですけど、まあ例えばこうやってアメはポケモンちゃんが拾ってきてくれたりします。でもう一個説明しないといけないことがあって、どうやって80万エナジーとかいってんのっていう風なところが気になるかなと思うんですけども、さっきプクリンちゃんのやつは多分69とかなんですけど、さっきここがプラス141とかそんなになってると思うんですね。これ持ってくる木の実が違うんですよ、ポケモンごとに。なんでこの好みの木の実っていうのが毎週リセットされます。このウノハナっていう風なフィールドになると、これ固定なんですけど、皆さんが最初に行く若草ってところは毎週リセットされるんで、ここに出ている木の実にそれを持ってくるポケモンを選ぶと2倍の強さになる。つまり倍の方が、海洋圏って2倍の方が強いじゃないですか、使ってないよりも。つまり好みの木の実に合わせるのが大事なんですね。なので私パーティーにね、言ったらオーダイルとか、ビルゲイツとかカメックスとか言うんですけど、名前は気にしないでくれ。あとハンマーユージュとか言うんです。なぜ使ってないかというと、好みの木の実と一致していないからっていう感じです。で、なのでこのフィールドは氷の木の実とかが合うんで、このトドザラシ、トドザラシってなんだ、タマザラシ、なんでトドゼルガ、トドクラーだ、トドクラーとかを使ってるっていうような感じになりますね。っていう感じで、これ好みの木の実に合わせるのがすごい大事なんで覚えておいてください。はい、だいぶ説明したんですけども、なんかすごい分かりにくかったかなと思うんですけど、単純に言うと好みの木の実にちゃんと合わせて木の実タイプでガンガンやっていくゲームで、食材とかで料理で進めていく人もいると思うんですけど、結構このゲーム料理も木の実の方が簡単に強くなれるんで、まずは木の実タイプをゲットしてほしい。でさっきから言ってる木の実タイプとか何っていう風な話なんですけど、説明するとポケモンには3種類の、ポケモンがいます。なんだこの世には俺と俺以外みたいな、ローランドみたいなこと言うかと思いきや、これね木の実タイプと食材タイプっていう風なので分かれてて、例えばこのトドゼルガじゃないわ、トドクラはこいつ木の実タイプなんですよ。木の実タイプってのは木の実を1回のお手で2個持ってきてくれる。で他の例えばこの食材タイプアブソルちゃんとかは木の実を1個しか持ってないかないけど、食材を2個持ってくる、つまり食材タイプなんですね。あともう1個スキルの発動が強い、例えばこのホイップちゃんっていうのはスキルがめちゃくちゃ強い、みんなの元気を回復させる、元気についてはまだ説明するんですけどっていうようなスキルタイプ、この3つがいる。木の実、食材、スキルの3つがいます。で特徴はもう本当に木の実タイプは木の実を2個持ってきてくれる、つまり普通の他のポケモンよりも倍木の実を拾ってくれる。で食材は最初倍食材を拾ってくれるんですね。第2食材の解放とかあるんですけど、それは一旦置いときます。レベル30までそれ解放されないんで、ね、まだちょっと早い
かなって思うんで、まあ別に解説してるんでその動画見てください。でスキルタイプは発動するスキルが強い。例えばこのホイップちゃん、元気を全員18回復させるっていう風な感じ。これ進化させてレベル2なんですけど、メインスキルの種とあとこのスキルレベルアップっていう風なスキルで2ずつ上がってレベル6でマックスになってるんですけど、これがマジで強くて、ポケモンは元気ってもんがあるんですよ。多分みんな、僕のポケモン今すごい元気、ビンビンに元気なんですけど、皆さんが最初ゲームやった時みんな疲れてると思う、ポケモン。元気が何かっていうと、まあ最初 100% なんですよ。まあ最初朝はね、元気なんですよ。なぜかというと、睡眠8時間半したら元気が100回復するんですよ。元気ダウンの方とかじゃなければ。元気が100回復して、で 100% から10分経つことに 1% 減っていく、そういうシステムですね。で、元気だと何がいいかというと、お手伝い、木の実を拾う回数とかが増えます。簡単に言うと 100% の時は普通の 0% の 2.5 倍の速度。で、拾ってくれます。例えばこの補欠合格ちゃんを見てもらえると、これお手伝いスピードっていうのが52分26秒ごとって書いてるんですけど、これが標準の元気 0% の時ですね。でそれの 2.5 倍の速度でお手伝いを1回してくれる。この速度で木の実を拾ってくれたり食材を拾ってくれるってことですね。で木の実と食材を拾うのは確率はまあ多分 75% と 25% で、食材が25の方っていう感じなんですけど、これはポケモンごとにやや違って、今調べてるところ2ヶ月経ってもまだ検証勢が動いてるところで全然心配しないでいいです。今からでも全然追いつけます。はい、という感じで元気であれば元気である方がいいと。でつまり、このホイップちゃんの18回復、全員を18回復させるってのは、つまりは、パーティー全体で90なんですよ、合わせて 18×5 で、90元気回復させるって、課金アイテムで51匹回復させるって言われるんですよ。それを2個分ぐらいなんですよ、これが1回発動すると。つまり、スキルタイプのスキルがレベル上がってると、めちゃくちゃ強いっていう感じですね。で、はい、まあ、いろいろとザザッと喋って説明したんですけど、木の実と食材のスキルがいて、それぞれお得なことが強いっていう風な感じですね。ちなみにメインスキルはポケモンごとに変わります。これは、プクリンちゃんだからこうで、これは玉ざらしちゃんだからこう。っていう風な感じでした。やる気者はこう。わ、ちょ、同じやつ出んな。ややこしい。説明と同じやつを出すな。しかもレベルも一緒だし。まあ、このエナジーチャージ、アップゾルちゃんとエナジーチャージですっていう風な感じで、かなりポケモンごとのバランス調整うまくいってて、もちろん強いポケモンもあるんですけども、こういった感じで結構スキルはばらけて、スキルが、食材強いんですけど、このアップゾルちゃんって、ただスキルは弱いとか、うまい感じで調整が効いてますね。はい、で、ここまで話せばね、スキルについてちょっとようやく理解しやすくなるかと思うんで、スキルと、今のメインスキルとサブスキルってのがあるんですよ、ここにあるやつ。で、この、さっき厳選してって言ったのはこのサブスキルの話なんですよね。例えば1個目のやつはレベル10で解放されるやつ。これが木の実の数ですっていう、マジ最強ですね。木の実を拾う数が1個増えるんで、まあ普通の木の実タイプだったら 1.5 倍の強さになるっていうバケモンスキルなんですけど、でこの25にあるのがスキル確率アップって言って、25になるとスキルの発生確率が少し上がるとか、そういった感じですね。でこのサブスキルの厳選と、あとこの性格の厳選っていうのが結構このゲームのまあ深く楽しむためのポイントって感じですね。例えばこの子は身長って言ってメインスキルが上がってお手伝いの食材を拾う確率が下がる性格になっています。で木の実の数10で解放されてレベル25でスキル確率アップ解放されます。でレベル50になるとスキルレベルアップ M っていうめっちゃもっとスキルのこのメインスキルのレベルが2上がるっていうめっちゃ強いスキルなんですけど解放されて、でレベル75でさっき言ったお手棒ですね、これがめっちゃ強くてチーム全員のお手伝いが 5% 短くなるっていう破格スキルなんですけど、これ解放されるっていう風なめっちゃ強い答えがこのベイブレードちゃんなんですけども、まあこんな感じでこのサブスキルとかと性格でこのポケモンごと、ポケモンのこのお手伝い時間ってのは個体のもう種族値みたいな決まってるんですけど、ただそのこのサブスキルとかでここで変化が生まれてくる、それが個体値ですね。ポケモンの個体ごとの強さが決まってると、まあこれが強いやつを探すのが結構このゲームの面白さっていうようなところになってて、でもどんなやつが強いか分かんないよっていうような人がいると思うんで、はい、そのために私ね、これ厳選サイト作ってます。概要欄に URL 入れます。なのでこれも直感的にできると思うんで、概要説明、使い方説明動画とかもあるんですけど、別にここに行ってポケモンのサブスキルここ2つ入れて、で性格を入れるとその子の個体値が出て、それが S ランクか D ランクか S ランクまで出るんで、ぜひそれを使ってね、最初分かんないなって人はそれを使って個体の強さを測ってもらえたらいいかなっていうふうに思います。ここまででまあポケモンの強さについては我々説明できたかなっていう感じですね。あとじゃあだっといっちゃいますか。はい、まずじゃあ寝顔の目標について次説明しようかな。まあ、ポケモンってこれポケモンスリープってポケモン集めるゲームって言ったんですけど、実際のところは本当は寝顔を集めるゲームなんですよ。ポケモンの寝顔みたいなのが来るんですよね。でまあ一番可愛いポケモンちゃんでいくと、こうやって例えばプリンちゃんとかを見るとこうやってね歌うねとかランク、これがね毎朝ね見れるんですよ。こうやってエナジーが高くなるとこういうレアな寝顔で来てくれるみたいなんで、めっちゃ可愛いポケモンが見れるんで、こういう寝顔を集めていくのが目標になります。寝顔集めるんですけども、そんな簡単なもんじゃなくて、これポケモンって睡眠タイプによって来るポケモン違うんですよ。睡眠タイプニコニコじゃないわ、3つあって、ウトウトタイプとスヤスヤタイプとぐっすりタイプ、この3つがあります、睡眠タイプには。でまあ結構どれも簡単で、ウトウトはまあ寝返りとかめっちゃ打ってる人、スヤスヤはまあ寝返りとかそこそこ普通で、ぐっすりがもうじっとしてる石みたいな寝方をするとぐっすりタイプになります。この3つはまあ正直狙って出す技もあるんですけども、硬いところの上に置いたらぐっすりが出やすいとかそれはあるんですけど、まあ
のスマホの置く距離、自分の睡眠のスマホの置く距離とかで調整するとかあるんですけども、まあ私は結構自然派でやってますね。1回だけぐっすり出すために2回ぐらいは裏技使ったことあるんですけど、基本は結構自然派でやってますね。それぞれによって来るポケモンが変わってるんで、で来るポケモンが変わってて、どんなに来るかっていうとこの表になります。はい、こんな感じで若草の中でもそれぞれランクに応じて来るポケモンが変わります。ちなみにこれランク上がれば上がるほど上のやつが来やすいんで、別にそこに行けばまあそいつが出るってわけではないです。そこにいれば最低ラインでそいつが来るっていう風な表ですね。まあこの中のおすすめは後ほど解説するんですけど、こんな感じで寝顔というか寝顔目標集めるためにも3種類の寝方があるんで、めちゃくちゃなんか2ヶ月とかやったぐらいで全然まだ半分も寝顔図が埋まってないっていう感じです。ここからレアなやつがあるんでめっちゃ楽しいです。 このゲームマジで楽しいです、奥が深くて。で睡眠について、じゃあまあこまごましたところを喋ってるんで睡眠について言っておくと、まあ、眠りの約束っていうのはもう最初決めさせられるんですけど、前の1時間半からその眠りの約束で、その眠りの約束の後ろの30分までに寝ると毎朝のスタンプでボーナスがもらえるっていう風な感じですね。私はねポケモン GO プラスっていうのを使ってるからちょっとややこしいんですけど、これ眠りの約束って見ると私1時に設定してて、まあ、簡単に言うと11時半から1時半までの間に寝ると、こうやってスタンプカードが毎回やって、こうやってアイテムがもらえる、スタンプカードをクリアするとアイテムがもらえるって感じですね。ただこれまあ無理に守る必要ないっすね。これ結構そんなにいいアイテム実は来てないので、まあ悪くないアイテムなんですけど、まあ無理に守る必要はないんで、まあできるだけって感じですね。まあ社畜の人って頑張る日あるじゃないですか。そういう人に関しては難しいかなって思うんで、無理に守る必要はないです。で眠るの約束と同様にミッションっていう風なところがあって、まあこんな感じでね、毎週のミッションがあって、カビゴン何本以上にしたら何かアイテムがもらえるとか、飴をこんだけ使うとこのアイテムがもらえるとか、マスターの5にするとこのお香みたいながもらえるっていうような感じで、毎週ミッションがあるんで、まあ、あの眠りのミッションとあと普通のミッションもあって、いろいろアイテムがもらえるよっていう感じですね。でお香っていうふうな説明をしたんですけども、毎回寝る前、無課金の人はこれ実は気にしなくてよくて、こうやってお香を使うと、例えば睡眠するときにより回復するとか、8時間半で 100% 元気回復するんですけど、その倍回復してくれるとか、つまり4時間15分で 100% 元気が 100% になるお香、回復のお香であるとか、あと成長のお香、これ寝るとねポケモン飴だけじゃなくて睡眠してもねポケモンちゃんって経験値もらえるんですよ。その経験値が2倍になるお香であるとか、あと睡眠リサーチのもらえるリサーチ XP が2倍になるお香っていうような感じで、こうやってお香が1日2個置けるんで、無課金は多分最初置くことほぼできないんですけど、まあもし課金したくなってきたらぜひ使ってくださいってアイテムがお香になります。でさっき言ったリサーチランクっていうところ、これ実はあんま気なしかないんですけど、僕今46ってなってるんですけど、まあ寝ていい寝顔が来たらリサーチ EXP っていうのがもらえて、その経験値が上がるとこうやってトレーナーのレベルが上がると。でもこのリサーチ XP がもらってレベルリサーチランク上がると何がいいかっていうと、あんまいいことは別にないんですけど、ポケモンのレベルの限界値が上がりますね。リサーチランク30何歩とかで、多分ポケモンの限界が30何歩とかで、まあそれ結構同じぐらいに比例してた記憶があるので、まあ一応ポケモンの観測値がリサーチランクによって決まっています。それぐらいかな。あと1上がるごとにポケサブレとかちょっともらえたりするんですけど、まあそんな大きなメリットじゃないんで、ここはあんま気にしなくていいと思います。多少上がるともう正直これ以上いいかなってなりますね。さあじゃあついでにちょっと説明し忘れたところで、鍋拡張ってのもちょっと説明しとくか。これ料理は食材入れば入れるほど経験値上がるんですよ。でまあ詳細な式を解説した動画こちらになるんですけども、寝顔目標っていうのがあって、これも僕も達成しきっちゃってるんですけども、この目標を達成するごとに鍋の拡張っていうのができるんで、そうするとより料理が強くなるけど、最初の食材が足りないぐらいなんで全然気にしなくていいと思います。ただこれ拡張するときに夢のかけらって使うんですけど、それもガンガン使ってください。夢のかけらマジで全然もうハイアイテムみたいなもんなんで全然使い切ってください。はい、でだいぶ説明しましたね。じゃあ次ちょっとショップの前にフレンド行くか。このゲーム友達作った方がいい、友達作った方がいいってみんなの友達がいないって言ってるわけじゃない、俺みたいに。あの友達を作るとこうやって飴がもらえるんですよ。それでこのゲームってレベル上げる飴が一番貴重なんですよ。全然飴もらえなくてポケモンのレベル上げるのめっちゃ大変で、こうやって飴がもらえるんで、ぜひ友達50人作ってください。例えば X で募集するとか、ハッシュタグで募集するとか、あとどっかそういう掲示板あると思うんで、その掲示板で友達募集するとかができるんで、ぜひそうやって友達の募集をしてください。50人までできるかな。つまり50人いたら毎日50個飴が来るんですよね。簡単に言ったらその人が睡眠したら1個飴もらえるんで、毎日50個飴が来ると。でそれが1年積み重なったら相当な数じゃないですか。なので友達は多い方がいいんで、これ結構地味に大事なところなんで、ぜひ友達作ってください。恐れずにね、そんな知らん人の友達になってもそんなにこれそんな問題ないんで、別に連絡とか取れるわけじゃないんで、なのであんま気にしなくて大丈夫です。さあだいぶ喋りましたが、あと2つぐらい喋っといて終わろっかな。このスリープパスとショップってとこかな。この辺は結構気になるとこかなと思うんですけど、まずスリープパスって何かって言ったら、寝ると100、8時間半寝るとスリーポイント100もらえるんですよ。で、もしプレミアムパスっていう風な課金に入ってると、これがまあ課金の第一歩、これに入るのが課金の第一歩なんですけど、入っていると追加に100ポイントもらえるっていうのがあるんですけど、これがもらえると何がいいかというと、いいアイテムを交換できます。例えば皆さんがプレミアムじゃない人はノーマル交換所っていうところで交換ができて、こうやってサブレとかね、サブレポケモン捕まえるときにいるのがこのサブレってやつで、めっちゃいるんですよ。
これちょっと画面見てもらったら分かると思うんですけど、例えば普通の攻撃としてでも5いるんですよ、フレンドポイント。で、ポケサブレで1もらえるんで、これを5個上げないといけない。で、2個から多分、それ以上はもうランダムなんですよ。最低2個上げられる。で、2個上げても満腹になる可能性もあるんで、その子は来てくれても捕まえられる可能性が 100% っていうようなわけではない。ただこのポケサブレはすごい貴重ですね。ポケモン捕まえられたりするっていうような感じですね。で、多分無課金でおすすめのアイテムって言ったら、まあ、ポケモン捕まえるサブレはもちろん貴重で、それは貴重で、まあ次で言うと万能飴ってのはめちゃくちゃ貴重ですね。ポケモンのレベルがなかなか上がらないゲームなんで、ここの2つをちょっとおすすめする。最初からマスターサブレ多分、これをゲットするの目標にって言われるけど、最初はいらないんじゃないかな。マジでポケサブレの方が貴重になってくると思います。なので基本ここで交換するの、あと進化に必要なこの辺のアイテムを、必要なポケモン、例えばライチュウにするのに雷の石いるんで、それを交換するとかは全然ありかなって思うんですけど、他で言うと万能飴、食材チケットとかは全然まあまだいらないと思うっていう感じですね。無課金のおすすめはまずサブレと飴っていうところをお勧めさせてください。まあもちろん枕とかね、いいんですけど、まあ別にそういうのはね、別に寝ればいいんで元気っていうのは。なのでそこはお金使うとこじゃないかなと思います。まあ課金中になってくるとね、プレミアムパスにもう入るっていう風な人は、まあ万能アメ M、メインスキルの種、サブスキルの種、で、あとスーパーサブレってとこは強いっすね。で、さらに言ったんでプレミアムパスの話したんで、課金中のためにこの総合ショップ、僕みたいな17万課金中がどんだけいるかわかんないですけど、おすすめのアイテムとしてはまずこのスーパーサブレ系ってのは結構、この睡眠リサーチパックってのはお得で、スーパーサブレが8個買えると。まあ1個、ダイヤ1個につき14円なんで、まあ2200円ですね。安いですね。はい。2200円でスーパーサブレが8個買えると。で、これスーパーサブレ1個につきフレンドポイントが3入るんで、5個のポケモンなら2個でゲットできる。で、今回ね、多分進化後ポケモンとそんな捕まえる必要なくて、まあ基本2個で種ポケを捕まえていって厳選してレベルアップってのが基本ムーブになるかなって思うんですけど、まあいや、もちろん進化ポケモン捕まえてもいいんだよ。マンキーとかさ、普通に最初から活躍できるから、怒り猿が来たらもう捕まえちゃって、そいつは厳選せずに使うとか全然ある。なんでそこは人それなんですけど、とりあえず課金中にはこの睡眠リサーチパックとかで、まずはサブレをゲットして、あと成長のお香とかね、ポケモンの EXP をアップさせるっていうのはいい話なのかなっていうふうに思います。僕は、まあ、Eキャンプチケットとあとお手伝いホイッスルっていう、この1個笛を吹くと3時間お手伝いしてくれるっていう麻薬みたいなこのループから抜け出せないから、笛を吹きたい、あ、吹きたくて仕方がないっていう風なループから抜け出せないんで、これ気をつけた方がいいです。この麻剤を僕はよくやって、なので80万とかのエナジーになってますね。この笛を吹いてエナジーを僕は担保しているっていう感じですね皆さんにね、よりいい景色を見せられることを僕の目標としてます。 Can Make Tokyo。 ちょっとわかんないけど締めた感じがするなんかわかんないけど閉まりました。ありがとうございます。まあおすすめはそんな感じかな。まあ飴とかがすごい渋いゲームなんで、レベル上げがめっちゃむずいゲームなんで、レベル上げ用のアイテムをやるってのは結構いいかな。僕は成長のお香とかサブレとか、あと飴のかやつはもう絶対に買ってる。で、飴はでも金じゃ買えないんで、飴は金じゃ買えない。かっこいいこと言ってるよってかっこいいこと言ってないやつ。飴はね、すごいしょっぱいんだこのゲーム。飴はしょっぱいってね、男梅キャンディーみたいな話してるけど、まあ飴しょっぱいんですよこのゲームマジで。なかなかもらえないですね。はい、では最後に最初の方で捕まえるおすすめのポケモンっていう風なところを説明していきたいと思います。この辺はね、僕がね別の動画ですごい詳しく喋ってるんで、若くせで捕まえるけど、それ見てもらったらいいかなって思いますけど、そっち見るのめんどくさいと思うんで、簡単にそれの中の触りだけちょっと説明しようかなって思います。まず最初の方に狙うポケモンとしては、このキャタピーちゃんですね。キャタピーちゃんは木の実タイプのすごい優秀な子で、何が優秀っていうと、飴が集まるんです。こいつめっちゃ来るんですよ。マジでウトウトになると。めっちゃ来るんで、めっちゃ飴も手に入ってレベルアップしやすいんで、まあ、キャタピーが見つかったら、まあ、キャタピーをゲットするっていうような感じですね。まあ、こんな感じで最初は木の実タイプを取っていくのが優先かなって思います。で、他のおすすめもやっていくと、マジで初の初ね。例えばゴーストが絶対取った方がいいんですけども、そういうのはちょっと飛ばすわ。もう一個の、それはもう一個の動画見て。なので、ちょっとそういうの飛ばすんですけど、マジで初の初でいくと、キャタピーで、ピカチュウは厳選が終わってると思うんで、ピチュウとかは言わない。で、玉ざらしちゃん。で、来たら、多分ほぼ来ないと思うけど、チコリータ。で、あと、日の嵐。で、ワニノコ。この辺の木の実タイプは強いですね。で、あとまあ、まあ、言いたいやつは結構いるんですよ。別にゼニガメとか絶対取った方がいいとかいるんですけど、まあ、最初はこの辺のやつらを優先したらいいかなって。で、まあ、他どうなのっていうのはもうちょっと見てください。プリンとかもちろん、ピーだっけこいつ。プーだっけ、あの、プリンだ。プリンとかもちろん取った方がいいし、まあ、飛ばしたとこで言うと、ドードーとかももちろん取った方がいいし、で、食材とかだとしても全然、人影とか取った方がいいし、まあ、その辺とかはいるっちゃいるんですけど、一旦ちょっと飛ばします。なぜかというと、この動画はマジの初歩の人だから、あんまり言うと分かんなくなっちゃうと思うんで、ちょっと他にもね、例えば今、なんでわざわざ言ってるけど、まあ、ゴーストとかデルビルちゃんとかの木の実タイプとか取った方がいいんですけど、まあ、一旦
ちょっと置いておこうみたいな。優先順位としてはさっき言った通り、まずはキャタピーちゃんを1匹で、キャタピーとかが背に入ったら次のやつ手に入れるとかでいいと思います。まあもちろんワニのゴチコリーとヒナラシマジで優秀なんで、こいつらちゃんと取ってほしい、見つかったら取ってほしい、タマザラシとかも見つかったらちゃんと取ってほしいし、プリンちゃんとかもすごい優秀なスキル、僕でもう今パーティーに好みの国にもあっても来て入れるくらい優秀なんで、こいつらも取ってほしいんですけども、まあその辺のやつらが優先になってくるかなっていうふうに思います。結構サブレしょっぱいんで、このゲームなかなかアメもサブレもしょっぱいんで、そんなホイホイ捕まえられないと思うんで、まあ一旦今のところで、ね、より詳しく試合ではこの動画を見てください。よろしくお願いします。はい、マジで長くなりましたね。このゲームやっぱ深いな。こう初心者向けに解説するだけでも網羅的に言おうと思ったらこんだけの時間になっちゃう。でもまあここまで見てくれた人はね、かなりポケモンスリープが多分これ見てない人よりも、まあ、はっきり言って序盤のスタートダッシュはもう倍以上になってる、序盤のスタートダッシュ倍以上になっててめちゃくちゃいいと思うんで、ぜひね私が説明したい、分かんなかったらもう一周ちょっとプレイしてからもう一周見るとかをして、もう一度理解を深めてもらえればいいかなと思います。初心者向けにね、すごいいい感じの解説動画に仕上がったかなと思うので、僕が満足してます。ありがとうございます。はい、ここまで見てください。ありがとうございます。では高評価とチャンネル登録をしてもらえば、僕までよりねこういう解説動画を上げてより課金したいっていう風になるんで、僕を破産させたい人、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。なんだこの締め方は。それでは皆さん、良い睡眠ライフを。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさーい。